尖閣カレーズ、熊城熊明、安永元連12月28日は、江戸時代中期の長崎で活躍した画家。江戸時代の南相画の先駆者、陳南品の彩色花長画の技法を多くの門人に伝え国内に広めた。この一派は南品派として知られ、当時の画壇に大きな影響をもたらした。本生は、熊城氏。縄明、地を、紀仙、豪を、 通称は、彦の神の地に神左衛門、東風に熊明と名乗った。代々東通寺であった人大化の養子となり、21歳で内通寺小頭見習いとなり、小頭を経て稽古通寺まで昇進するも役人としては生涯低い地位だった。ガギは、初めからエメきキ,キ御用絵師である渡辺秀医師の門で学んだ。その後、 教法17年から1年余り長崎に滞在中の陳南品に直接指示した。入門の口聞きをしたのは上司である大通時間の梅三十郎だったという。続いて来日した南品の弟子である高井イにも教えを受けた。日本人として南品の唯一の直弟子となり、その後南品流の最式課長がの第一人者として多くの弟子を育てその画風を全国に広めた。 当時、南品の作品は絵が高くその代用とはいえ、熊、明の画は高く評価され、構塚などに多く求められた。徳川宗勝などはわざわざ清から絹を輸入させて、熊明に描かせている。熊明は世俗には無欲で、死となった陳南品を生涯にわたり敬愛した。娘婿の森蘭斎は、蘭斎画筆で、熊、明の昇伝を伝えている。 徳川美術館像を門邸に、宗主席、鶴亭、森蘭斎等がいる。次男の熊ひふみと三男の熊明めも父を継いで、絵師となった。本来、熊代熊明という故障は誤りで単に、熊碑もしくは、熊代人材門であるが、すでに誤った故障が周知され通例となっているため本記事はこれに従う少年を1693年。 または1713年とする説がある。竹内美佐子、尾張藩御用絵師と南品派、今村随学と、総紫岡、名古屋市博物館研究企業第13号、1990年。ありがとうございます。